高一郎ですね、お兄ちゃん。パワーはないけどしなやかな突きをやるんで意外とスムースです。ちょっと今面白いです。また体をもっと前に持っていく、体をどん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 前に持っていく。そうするともっとエッジが立ちやすくなるんで、もっとエッジの噛みが良くなるはずです。はい、弟の凛太郎です。そう、脚を伸ばして切り替え、それで一回一回腰を持ち上げて立ち直していった方がポジションが良くなります。まだちょっと伸びが足りないんでポジションがちょっと下がり気味になってますけど、まあ動きがあるだけ全然違います。この辺はもう氷ですね、完全な氷河です。ものすごい硬いです。